にちは、なつきです。はい、今日は私の髪の毛の巻き方を紹介したいと思います。はい、ということで、ちゃんと髪の毛の巻き方紹介をしたことないなと思ったので、ロングの巻き方を紹介したいと思います。もう私は高校生の時から巻き方変わってないので、もう本当に不器用な私でも綺麗に巻ける巻き方があるので、それを紹介したいと思います。めっちゃ簡単です。ということで、やっていきたいと思います。レッツゴー。じゃあまず髪の毛に使うものを紹介していきますね。まず一番大事なコテ、コテはじゃーん、クレイツの 40mm を私は使ってます。このここが四角になってるコテです。 40mm だから結構太いんですけど、私は夜巻きが好きなので太めのコテを使ってます。結構ぐるんぐるんが好きな人はもっと細いコテを使った方がいいかもです。で、本当はね、前髪の巻き方とかも紹介したかったんですけど、今パッツンだから、本当まっすぐにしてバームをつけただけだから何も紹介ができないんですよ。で、こっちが短いのはあんまり気にしないでください。こっちだけ切りすぎて、こっちに合わせるとすっごい短くなりそうだから、ちょっと今伸ばし我慢して伸びるのを待ってるんですよ。私は最近はこの顔周り以外ウェーブ巻きをしたりして巻いてたんですけど、ウェーブ巻きは多分結構簡単だから、高校生の頃からずっとやってる全部外巻きのゆる巻きを紹介したいと思います。今日はでもね、一回どっかで紹介したさ、何年前だろう、なんかミミたちが、私以外のみんながコロナになって私が一人で東京に行った時の動画があるんですけど、その時に軽く紹介したんですよ。2年前ですって。その時と多分ほぼ変わってないんですけど、まあ今回は詳しく紹介していきたいと思います。その巻く時のポイントとして、巻く前にストレートアイロンはしないのがいいかなって思います。ストレートアイロンしちゃうと、ストレートにしたばっかに巻こうとするとすぐ巻きが取れちゃうし、全然巻けない感じがするんですよ。なので私は巻き髪をしたいときはもうボサボサでもいいから、ボサボサのまんま巻いてます。でも巻くって言っても、ここから下を巻くから、この表面がうねってるだったら、そこだけだったらストレートアイロンしてもいいかなって思います。私は今お風呂上がりなのでまっすぐです。寝起きの時ボサボサな時とかあるんですけど、その時でもまっすぐにしないでそのまんま巻いてます。あとは巻く前に何かをつけたりはしてません。なんかリファのロックオイルとかつけた方がいいのかもしれないんですけど、こっちの家にまだ持ってきてないので、リファのロックオイルを、なのでつけてません。ということで早速やっていきます。左側からやります。私は後ろからやっていきますね。左何束右何束とかは決めてないです。感覚でこんぐらいかな、このぐらい取って巻いていきます。まず巻き方はパカパカを前にします。人差し指でパカパカをつかみます。外巻きですね、全部外巻きです。まず外巻きはパカパカを真正面にして髪の毛を挟んで一周させてちょっと待ちます。ちょっと横気味にしときます。斜めかな、縦でもなく横でもなく斜めに、で、くるってやって毛先ギリギリまで巻きつけて、じゃん。で、ほどいて毛先をこうし、毛先もしっかり巻きます。そしたら、じゃん、こんな感じの巻きが完成します。こうやってやった方がいいとか言うけど、私はあんまりやりません。ゆる巻きが好きなのでそんな時間も起きません。あとお風呂上がりってすごい癖がついてくれるから、そんなに時間をかけて巻いたりはしません。巻いた髪は後ろにポイってやるんですけど、これが邪魔になる人はここでこうやって止めた方がいいと思います。私は急いでる時とかは全然そんなことはしません。
じゃあ今日は丁寧に紹介するので押さえます。でまた同じパカパカを前にして挟みます。で一周してちょっと待ってから離して毛先まで、毛先ギリギリ、ちょっとアホ毛っていうか切れ毛があってピョンってなってるんですけど気にしないでください。本当に切れ毛がすごいの、本当に嫌で、ほどきます。ほどいたら毛先をくるん、こんな感じ、じゃん。本当にこれを続けるだけですね。これは多分結構ゆるいから、コテも太いしゆる巻きになるから、髪質にもよると思うんだけど、私は結構傷んでるから雨の日でも巻きは取れない時は取れないんですよ。湿気がすごいと取れちゃう時もあるんですけど、だから髪質にもよって巻きの取れちゃう具合も変わってくるから、巻きが取れやすいって子はもっと時間かけて巻いた方がいいと思うし、さっき言ったリファのロックオイルだっけとかを使った方が巻きの持ちが良くなると思います。こんな感じ、だいたい5束あります。私は毛量が多いから結構分けて巻いてる方かもしれない、分かんない、みんなの基準が分からないからあれなんだけど、一旦左は5束ですね。で最後の顔周りは上目で巻く人多いと思うんですけど、さっきの感じと変わらず気持ちちょっと上だけど、まあ、あんま変わんないかな。そんな顔周りを上から巻いたりはしません。OK、 これで片方もう終わりです。めちゃくちゃ簡単じゃない？で、私はあんまり触覚を巻かないですね。この今巻いた顔周りを、この結構上から巻く人は触覚を巻いた方がいいと思うんだけど、結構下から巻いてるから短いのだと勝手に馴染んでくれるんですよ。私はそれが好きですね。触覚巻くの下手なので一旦放置します。左側やります。間違えた、右側だった。右側も特に変わらず、あ、でもちょっと違うか、巻き方。右側はパカパカを前にして、さっきと変わらないんですよ。これは変わらないんですけど、左側はこう入れたんだけど、右側は下にします。このコテのパカパカを下、手首をクイって曲げます。髪の毛を挟んで、さっきと一緒で一周して放置します。ちょっと前髪伸びてきたね。もう一回切ろうかな、こっちに合わせて。で、さっきと一緒で毛先ギリギリまで巻き込んで、で毛先もこうくるちゃんと巻いてあげます。こんな感じ。こうやって見るとやっぱ結構下目から私は巻いてますね。なんか私はね、個人的にだけどね、ミディアムの子はウェーブ巻きが可愛いと思ってるのね。だから自分がミディアムの時とかもずっとウェーブ巻きしてて、外巻きとかを全然知らなかったんですよ、中学校の時。多分中3か高校ぐらいになってやっと巻き方、コテの使い方を知った気がする。でもさ、今のさ高校生とか中学生ってさ、全然コテとか使えるじゃん。でも私みたいに不器用な子でも、これは本当に慣れればすぐ綺麗な巻きができるので、真似してみてください。こんな感じ。パカパカを前で
手首を折って巻きます。もう本当に全部外巻きで一周だけ巻いて、おろし、ほどいて、毛先ちょっと残してこうくるくるってやります。あ、今日はカチの T シャツを着てます。前回の動画でもこれ着てたかも。お、こっちも5束だ。5束合ってる。パカパカを人差し指で持ったら手首を曲げて髪を挟みます。で、一周して巻きます。ほどいて毛先ギリギリまで下ろしてまた巻きます。言葉合ってるかわかんない。本当に説明とかめっちゃ苦手なんですよ。じゃーん。じゃあ最後の、さあこれうまくいってるのか。最近さ、さっきも言ったけどウェーブ巻きばっかしてたからさ、久しぶりにさ全部外巻きで、ちょっと緊張してる。終わりー。こっちの触覚ちょっと長いから馴染んでくれないかも。一旦放置します。じゃあ他の私が何のバームを使ってるかとか紹介したいと思います。バームはじゃーん、 N ドットのナチュラルバームです。なんかの企画の時に薬局で買った気がします。で、私はこの毛をどうやってほぐすかって言ったら、手ぐしでもなく、こういう大きい節でもなく、こういうちっちゃい櫛で溶かすのがいいと思います。これか、さっきもずっと使ってたこれ、このぐらいの細いちっちゃい櫛で溶かすのがいいと思います。こういう大きいのだとなんか可愛くないんですよ。こっちの方が可愛く巻きがほどける気がします、私は。で、アホ毛はこれ、これも薬局で買ったフルスオーポイントリペア、これはアホ毛ですね。こうアホ毛を止めたり、この前髪もうちょっとやったり、あ、このバームは前髪もだけど、こっちの髪の毛にも使います。でも前髪は必ずやるけど、こっちの髪の毛は必ずではないです。気分によって、パサつきがすごい日とかはこういうバームでまとめたりしてます。どのぐらい待てばいいんだろう。だいたいね、この巻いてから外出る準備とかしてるんで、結構放置してますね、いつも。あ、そう、前回の動画でまた名前忘れちゃった、あの、私がネットフリックスでプリズンブレイクにハマってるって言ったじゃないですか。今日 DM で私も見てて今ハマってますみたいな DM が来てて、めっちゃ嬉しかったです。本当に面白い。今シーズン2の12話まで行きました。脱獄系のお話なので、好きな方ぜひ見てください。じゃあほぐしたいと思います、まあ、こっちでもどっちでもいいんですけど、私はこれが一番好きです、ほぐすのには。さあどうでしょう。おお、どうですか。まあ、いい感じじゃない。これはね、なんかね、巻いてちょっと立った方が可愛いんですよ。あ、こっちの方がいいかも。じゃーん、こんな感じ。結構ほぐして、私は毛量が多い感じに見せるのが好きです。あの、めっちゃまとまってるのあんま好きじゃないんですよね。いい感じなんじゃないでしょうか。まだここがちょっとパターンとなってるんですけど、耳かけてるからか。じゃーん、こんな感じ、完成。もうバームつけようか迷いますね。今日はやめときます。はい、こんな感じで私のロングの巻き方は以上です。どうでしたか皆さん。めちゃくちゃ簡単じゃないですか。本当に同じ工程をずっと繰り返してるだけなので、結構楽ちんだと思います、覚えたら。ロングの方はぜひ真似してみてね。まだやっぱ巻いたばっかだから巻きが強いかも。ちょっと時間経った頃が私は一番好きです。はい、ということでこんな感じで私の巻き方講座は以上になります。ぜひ参考になったら嬉しいです。
もしかしたら2年前の動画と本当に巻き方全く一緒かもしれないんですけど、まあそれぐらい気に入ってるってことです、この巻き方を。結構質問で聞かれてたので、皆さんぜひロングの方真似してみてください。あのロングじゃない方はもっと細いコテで巻いた方がいいかもです。これで終わりたいと思います。バイバーイ。おはそー。